度おさらいすべきだと思うんだけど、これは動かしてなんぼの流してなんぼのエネルギーの、こんにちは、小林晴です。このチャンネルはですね、宇宙の法則を生かしたこのですね意識進化を促すためのエッセンスをですね、皆さんと共有したくて運営しています。よろしくお願いします。お願いします、はい、小林晴さん、はい、ちょっと自分今金欠で、金欠、はい、お金を稼ぎたいんですけど、はい、なんかいい方法ありますか？その前にちゃんと給料払ってないみたいじゃないそんなことないです。ただ金欠なんてそれでだからお金をたくさん稼ぐ術ということ、豊かさみたいな話。そうです、やっぱりお金がいっぱいあれば安心は安心だよね、はい、余裕もできますし、心の余裕とお金の余裕ってイコールなのかなと思うんですけど。なるほど、はい、余裕あるように見える。はい、見えます。そう、あ、そんなことないですか？火の車ですよここにいて大丈夫かな。いや、もう来たばっかだけどね、はい、今日はあの豊かさの話ですね。そのお金というものをどう捉えるかっていうような話題にもなると思うので、多分あの視聴者の方たちもお金の話題はわりかし尽きないんじゃないかな。僕もね、随分そのお金では苦労した方なので、その情報が生きたらいいなと思って話をしようかなと思います。まず大前提、はい、バシャールがねどうやってお金のことを伝えているかということなんだけど、はい、お金つまり豊かさっていうのは何なのかっていう話になった時に、豊かさイコールやる必要性がある時にやることができる能力、はい、能力、あ、その中にお金がたくさんあることっていうことは書いてないわけ。たくさんお金があれば豊かだよねっていう話は彼はしてない。そうなんですか、うん、自分とつながってさえいればやりたいことがあるとき、やる必要性があるときにちゃんとやれるはずだよね。でその状態を豊かさと言うんだよっていうような、そんなメッセージなの。なるほど、うん、ついつい僕らって、はい、お金がたくさんあったらいいのにっていうことを思いがちなんだけど、そうじゃなくて自分の状態さえ整ってたらことが運ぶじゃん。ことが運べばいいんであって、たくさんのお金を求めなくても今日一日暮らしていくのに必要なお金って意外と目の前にあるじゃない、はい、それをあたかもね、それ足りない足りないっていう風に考え出すとこれ立ち悪くて、足りないって考えると今度ね食べ過ぎる、あ、足りない分を補おうとするの。食べればそれが補われると思って食べ過ぎちゃうとか、いろんな悪循環を思うんだけど、はい、足りないんじゃなくて、やる必要性がある時に今あればいいんだけど、やる必要性がない時はなくてもいいわけじゃん。はいはいはい、今やりたいってなった時に必要なものが目の前に現れればいいんであって、お金がないとどっか行けないっていうわけじゃなくて、たまたまその時にいや一緒に行かないって言って誘われてもいいわけ。例えばどっかのエリアにね旅行に行きたいなと思ってたら、たまたまそうやって声かけられて一緒に行かないってみんなで乗り合ってとかっていう時ってあるじゃん、はいはい、そういうこう偶然の一致みたいなものっていうのはシンクロニシティっていうんだけど、はい、本来の自分につながればつながるほどそういったものっていうのは簡単に得やすくなる。ただこれがそうはうまくいかない人が多いのは、豊かさイコールお金であると、はい、オンリー、これだと、はい、なかなか他の豊かさが入ってくる余地がないわけ。なるほど、だから広くいろんなその側面から入ってくるような入り口間口を広げておくことによって、お金の持つ豊かさというシンボル的なイメージ、これあくまで任意のシンボルだから、誰かが勝手にこれあの作っただけの価値観だからさ、はい、これに縛られないようになった方がよりこっちが楽に来る。これあくまで任意ですから、ついつい僕らってこれをね持ってるか持ってないか、はいね、ある人はたくさん持ってる、この人はあんまり持ってないっていうことにフォーカスしがちなんだけど、はい、じゃなくて持っていたって豊かじゃない人はたくさんいたの、僕もたくさん見てきたの。この人明らかに持ってるなって人でも、はい、いや本当になくてって言ってるの、でも片やあんまり持ってないよねっていうふうに僕は思うような人がいたの。僕の昔の同級生がね、全然豊かだよっていうわけ、その稼ぎでかというふうに僕はそ当時思ったんだけど、はい、でもちゃんと家族養えるし貯金もできるし仲間もいるしね、本当にハッピーだよみたいな感じの人だったの。片やしっかりこう稼ぎ良くていいとこにおすすめで、奥さんもなんならいいとこおすすめで、うんね、実家に住んでて、実家にはもう自分たちしか住んでなくてみたいなさ、いや都合がいいじゃん、そうですね、で全然お金あんじゃんみたいな感じなのに、うん、金がなくてやーっていうことばっかり言ってんの、どうなるかっていうと、ないを体験するわけ。そういう人はなんかやたらめったら出費がかさむとかね、はいはい、いうことを体験することになる。ないが常識だから。でも片やいや全然豊かだよ、これぐらいの稼ぎでももう余計なこと使うときないし全然貯金できるよ、うん、その人は豊かさを体験するわけ。ね、ちょうど仲間がなんかいろんなものをくれたりとか、
そういう循環を得られるわけで、お金ってそもそも何なのかってことをね、一度おさらいすべきだと思うんだけど、はい、これは動かしてなんぼの、流してなんぼのエネルギーなわけ。僕も一応社長の端くれだもんですから、社長の仕事は何なのかって問われた時に、これ特に聞くような話なんだけど、社長の仕事はお金を用意をして使うことだというふうに僕らは聞くわけないし、教わってきたある意味で、だから僕らの仕事は稼ぐということも、もちろんそのお金を用意をするということに含まれるんだけど、とにかくお金を工面をして、それをどこに使うのかと、ね、これをうまく循環させることが経済につながる。経済を回すということはエネルギーを回していると。そう、どう使うかっていうことを上手にやれる人が循環を作り出して結果入ってくる、だから払わないと入ってこない。で、溜め込んだら腐る。これ水と一緒だからさ、はい、ただ今どうなってるかというと、この日本では短周期がたくさんあるみたいな世界で、そうです ね、お年寄りはあんま使わないじゃない、はい、もっとこの社会のためにどん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 使って循環させてくれるといいんだけど、そうするとね、経済はもっと潤うんだけど、どこに使うかとかね、誰に使うかで、僕ちょっと例え話で言うんだけど、僕はこういう価値観がすごく大事だなと思うのは、藤原博信さんって知ってる？はい。ボランティア活動とかをねされてるような、そういうメッセンジャーの方がいるんだけど、彼なんかが言ってるようなメッセージが僕は好きなんだけど、はい、買い物は投票だと、ね、どこから買うかが大事だよね、で結果それはその人に力を与える、要は一票と一緒だから、はい、その一票によってその人は力を得ます。でそれでまた事業者さんはまた違う活動に投資ができると、循環させることができると、そういう使う側のその価値観も投票するんだっていう価値観を持つってすごく大事だなと思って。確かにそうですね、僕結構ね、だからお金なかった頃から、本当なかった時は本当できないんだけど、なるべく循環なんだなと思って、で使うようにしてた。ここ僕が持ちますからみたいな感じで、ね、全然関係ない人なんだけど、でもまあそれ払って勝手に帰るみたいなさ、勝手に会計済ますタイプなんだけど、かっこいいですね。でもそれかっこつけたいわけじゃなくて、あ、はい、まあ、かっこつけたかったのかな、分からないんだけど、でもそういう循環があればいいなと思って、でもそうやって生きられるようになったのもバッシャールに出会ってからかな。意味付けとしてそれを持っておかなきゃ不安だっていうことをベースに持っているよりも、循環なんだっていう思いで、その定義で使っていった方がなんかエネルギーって回るなと思って、いかにだから流すか、流すとその流れを作った人だから絶対こう流れで返ってくる。これはねすごく実感がある今は。たくさん稼ぐことが僕らの仕事じゃなくて、たくさん流すこと、いいところに使うとかね、それこそ社会意義のないようなさ、そういうことに投資をするとかじゃなくて、例えばこう EM に使うとかさ、もう全然僕いいと思うんだよね、はい、あでそういうようないいものに使いたい、ね、大量生産で消費者たちがこう消費できるのはありがたいんだけど、じゃあその商品を作っている現場で劣悪な、ね、環境で働かされてるとかあんま良くないよなとかという価値観も僕もあるし、だからうさとに使うとか僕は好きなんだよね。すごくこう、フェアトレードな精神というかね、そういうところにお金を使うっていうのはなんかすごく循環してる感じがあって、使う素材だとかさ、何に使うか本当に循環してるものをこうイメージしておきたい。これを使ったお金がどこに行って、それがどうなって、その労働者の方に払われて、でそうやって循環しているんだなっていう、こう循環をイメージしながら使えるようになると、お金を使うのはすごいハッピーなことだなって思うから、そのために頑張って稼ごうって思うかな。素晴らしいですね。だから、そんな溜め込んでないから貯金ががっつりありますっていうのは全然ないんだけど、まあとにかく使ってる。循環とか全然考えたことなかったです、お金を使うときに。ついついさ、そのお金に対して私は縁がないとかさ、いうような価値観ってあるじゃない。僕もすごいそれがあったんだけど、それが本当自分の中で、ね、邪魔だったの。もう本当つらかったね、それはね。だから貧乏なのも当たり前みたいなさ、お金に余裕があるとかっていうことをもう小さい頃からの刷り込みで想像ができなかったの。だからその刷り込みをどうやったらなくせるかっていうことなんだけど、僕の場合はね、例えばこう仕事をしてお金もらうとか、お金が入ってきたっていうことがだんだん慣れていくの。はいはい、これ慣れだからさ、結局、はいはい、より大きなお金をもらっても最初はドキドキしたけど慣れてくる。そうするともう一つ大きい仕事でもう一つ大きなお金をもらってももう慣れてるからもらうのが楽だなっていう感じになってくる。そうやってなっていくだけで、お金のブロックっていうことを強く考えるんじゃなくて、そんなものはあくまで慣れだと。エスケメさん、慣れなんです。もらうことに慣れていなかっただけだから、もらい慣れればいい。
なるほど、うん、そのためにはね、もちろん行動だとかその実際何かをする人の役に立ってことが大事なんだけど、お金をもらい慣れると入ってくることもスムーズになると思う。やっぱりもらい慣れてないから、例えばその宝くじですっごい何億って当たった人とかはすぐ破産しちゃうって聞くじゃないですか。そう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 、そこなんですか。あれ本当だからね。へえ、うん、さやちゃんの知り合いでさ、はい、宝くじ当たって、はい、もう一瞬でなくなるんだって。あっという間になくなるんだって。ちなみにどれくらい当たったのか。3000万ぐらいだったかな。おお、なくなるんだって。3000万なくなるんですか、うん、あっさり。へ、それをコントロールできる人じゃないからだよね。あ、うん、お金をちゃんと流しながら循環のこう流れを作って得たお金じゃないもんだから、うまくコントロールできないんだろうね。あ、なるほど、うん、循環ですか、うん、循環です。お金だったらさ、使う予定があるってこともすごく大事じゃん。使っているような状態もあるし、使う必要なニーズがあればあるほど入ってきやすくなったりするの。例えば僕だったらさ、子供なんか作ったらこれやっていけるのかなっていうのもあった時期があるわけ、30歳になったぐらいかな、うん、ね、結婚してたんだけど、でもこの仕事の量でこの稼ぎで子供作って回るのかというふうに思ったんだけど、ある先輩がね、スキー部の先輩が僕に言ったの、小林くん、子供は仕事を運んできてくれるよっていうわけ。マジっすか、もう結構しんどいんですけどみたいな感じで言ってたの。でもそうやって言ってたなと。それで子供ができたわけ、1人目がね、はい、2人目ができた時もそうなんだけど、仕事が来るの、仕事のベースが上がったの。子供が勝手に呼んでくるのか分かんないんだけど、はいはい、ニーズがあるところにいるものはいるんだっていうふうに思ってる、その感覚がそれを導いてくるのかなと思うから、たくさんあったら幸せなのに、でもあなたにたくさん稼ぐ必要性今ありますかっていう部分もあると思うから、こういうことをやって私はこういうことのために必要なんだっていう必要性な部分で定義されてるってことも大事かもしれないね。なるほど、うん、だから一般的にそのないのが当たり前って思ってる人たちが多分多いから、じゃなくてあってもいいんじゃねみたいなのがあることで、自分の中にそのないのが当たり前なその常識が徐々に崩れていくっていうのは十分あると思うので、ちょっとその辺ね、頭柔らかく受け取るということも大いに役に立つんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい、この番組はですね、宇宙の法則、主にはバーチャルが伝えていることを伝えるのが僕は好きなんですけども、宇宙人情報も含めてですね、この人々のですね、意識進化を促すことによってですね、豊かになるのは僕はある意味当たり前だと思ってるんですよ。人生がスムーズに回るのは当たり前、それ以上に宇宙の法則をうまくコントロールして使える人たちを増やすことによってですね、宇宙人がこの世界に降りてくるオープンコンタクトをですね、促進できるというふうにこう思ってるんですね。僕自身が宇宙の法則にハマってですね、こう実践していた時にですね、バーチャルのとこに会いに行ったんですね。そこで言われたのが、オープンコンタクトのための準備でお前を連れて行っているんだよっていうふうに言われたんですね。だから僕の役割はそんなとこです。皆さんの役割もきっと意識進化を促進して自分の人生をですね、より良くしていくことによって人生をですね、ゴロンとひっくり返すということにつながるエネルギー体になるはずですから、ぜひですね、今後とも情報発信にお付き合いください。チャンネル登録も応援もどうぞよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。どんどん使った方がいいんですね。ただまあ注意が必要なのは、はい、これがどういう状態で使うかなの。なるほど、うん、これ言っとかなきゃいけなかったなまあおまけでいいんだけど、何でもかんでもさ、どん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 そのね、使えばいいってことじゃなくて、そのベースなところで自分を本当に信頼している状態とかね、あ、だからなんかいっちゃえじゃなくて、もう博打じゃなくて、もう確信を持って使ってほしい。なるほど、うん、例えばこう、南国に行こう、すごくいいことだと思うの、うん、これによってこうエネルギーがこう循環していくんだよなっていうのを感じられる、その確信がある状態で使うとかね、うん、誰かに会いに行くためにお金を使うとかも、あ、いいと思うよ。あ、うん、なるほど。ただそれがね、あの闇雲にお金を使って、それがね、循環していくよねっていう、循環する流れがちゃんと感じられている状態で使った方がいいと思うんだよね。あ、とにかく会うんだ、とにかく好きな人にはね、気になった人にどんどん会いに行くんだっていう風に、闇雲に会いに行くのはちょっとそれ大丈夫っていう、その根底の部分にね、立ち返って、それ不安からスタートしている行動じゃないですかっていうことは大事にしたいね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。